はい、皆さん、はじめまして、フライヤーバーテンダーのケイスと申します。今日はメリークリスマス。皆様、パッドバトル、美味しい食事と美味しい飲み物と楽しんでますか？はい、さあ、これからフレアバーテンディングカクテルショーですね、数あるお店の中からここ当店を選んでくれた皆様にですね、ぜひプレゼントしたいと思います。でですね、最後にカクテルを作りますのでですね、ショーが終わった後にショーの時に一番盛り上がった方にぜひカクテルプレゼントを差し上げたいなと思います。はい、お願いします。さあ、それではですね、カクテルショーを始めていくんですけれども、フレアバーテンダー、もちろん僕らバーテンダーなので、カクテルをまず最初に1杯作りました。こちらのカクテルはですね、すごい有名な、カクテルなんですけども、マルガリータというカクテルです。皆さん知らないかもしれないんですけれども、マルガリータというのはですね、本当はクリスマスパーティーにマルガリータさんが、考案したカクテルで、それを、マルガリータさんの彼氏がですね、バーテンダーでして、その彼が、国際バーテンダーコンクールで発表したカクテルで、いろいろ結末があって、マルガリータさんはその時流れ弾に当たって亡くなったっていう、でその時にいたバーテンダーの方がですね、その思いを後世まで残したいと、このマルガリータというカクテルを作りました。ぜひクリスマスのカクテルなんでね、これ一杯早速作ったんで、ぜひ差し上げたいんですけれども、今日ですね、ぜひこのマルガリータ一番似合うお客様がいらっしゃると思うんですけど、それは今年成人を迎えられた原さんです。よかったらどうぞ。大人のタイプですね、テキーラ。テキーラというですね、ちょっと強めのお酒がベースになってるんですけれども、はい、口に塩がついて、はい、ぜひ飲んでみてください。お味の方はいかがですか？ちょっと大人な味かもしれません。いかがですか？大人の味がします。大人の味がしますということで、初めてもらいました。ありがとうございます、はい、さあ、あちらのテーブルの心はガチガチしたのでですね、次は他の皆さんにもぜひ楽しんでもらいたいと思います。それでですね、簡単にフレアバーテンディングの技の説明と皆さんの拍手どころをちょっとご紹介します。まず一つはですね、僕たちフレアバーテンダーはなぜかボトルをなんと手の声で止めます。これじゃあ簡単に一発やってみたいのでですね、もし決まったら拍手をお願いします。まずは後ろから、後ろから投げます。大丈夫、見えますか？もし見えなかったら前の方に来てください。さあ、次はですね、もっと難しいですよ。今度は肩の後ろから投げて、手の甲で肩を挟みます。決まったら拍手の方お願いします。それでは行きましょう。さあ、今のがですね、ハンドバランスという技ですね。小中に何度も出てくるので、決まったら大きな拍手お願いします。もう一回ですね、僕たちバーテンダーが使うこちらのシェイカーですね。僕たちフレアバーテンダーはこのシェイカーの中にボトルを入れます。投げて入れてみます。こちらの方連続でいきたいと思うんですけれども、何回ぐらい連続がいいですか？何回でも僕は入れることができる。1回やった、1回できます。じゃあ1回見事決まったら大きな拍手お願いします。それじゃあいきましょう。盛り上がりどころが分かったと思うんで、これからぜひショーに移ります。さあ、おいしいお食事とともにですね、ごゆっくり楽しんでください。それではフレアバーテンディングカクテルショー、ぜひご覧ください。7 7 6 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1
圭介さんに。